W54SA は、産業電機が日本国内向けに開発した AU ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である W51SA の事実上の後継機種。非日常縄をキーワードとし、漆器の小箱をイメージとしたデザインとなっており EV、DoLev、AA やデジタルラジオ、 3.0インチのワイド VGA 液晶、約 3.2M ピクセルの AF カメラ等の最先端機能を多く取り込んだ全部入りのフラグシップモデルとなっている。au のほとんどのフラグシップモデルが UKL をメインディスプレイとして採用する中、完成度の向上と高精細化が容易になった VGA 液晶を採用した。鳥取産業電気製の2006年秋冬モデル、 W42SA に搭載されていた機能であるスムースタッチの改良版が採用されている。また、バックキーライトには青色のイルミネーションが使われている。従来、3容器は日本語入力システムにアドバンストンヌを搭載していたが、新プラットフォーム KCP を採用する理由で ATOC に変更された。また、発表当時搭載が予定されていた。 a c コーデックを用いた IC レコーダー機能、AC ファイル専用 SD オーディオの再生機能は割愛された。そのため、UI の操作性に関しては既存の AU 向け、東芝製端末に近いものとなっている。その他、既存の AU 向け採用性端末に搭載されていた、独自機能も一部省略されている。ちなみに、黒勾配と呼ばれる、ボディカラーは、 ラデン風のパール塗装が用いられている。また、本機の特筆すべき点は、au 携帯電話としては、初となるくっきりとしたワーベが、フルドット対応の GUI やフォントを搭載している、こと、KCP 標準のマルチプレイウィンドウ等、先端機能に対応していることである。その他、ゲームアプリに、ぷよぷよ2デラックス、体験版、携帯コミック、トイストーリー2の1話、 デコレーションメールラッピングメール用素材などがプリセットされている。本機の発表後、山陽電機は京セラに携帯電話事業を譲上と移管したため、同社名義で開発及び製造、販売した端末としては、同期が最終モデルとなり、鳥取産業製の W62SA を除く、W61SA から SA002 までの SA 機は、 京セラ産業ブランド名義として存続することとなった。しかし、発売直後から新プラットフォーム、KCP の度重なる不具合が発生した。同時期に発売された、東芝、W56T 及びソニーエリクソン、モバイルコミュニケーションズ、W54S と一緒に販売が早期に終了することになり、同時期に発売された他の非 KCP 機種よりも、早く、 ホームページの現行製品情報や総合カタログからも外されることとなった。2008年2月8日、工場出荷時におけるアプリの設定ミスにより販売が中止、延期された。2008年2月13日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年2月15日、不具合により販売が一時停止された。 2008年2月27日に2度目の携帯アップデートが行われ、以下の不具合が修正された。2008年3月11日に3度目の携帯アップデートが行われ、以下の不具合が修正された。2008年3月27日に4度目の携帯アップデートが行われ、以下の不具合が修正された。2008年5月1日に5度目の携帯アップデートが行われ、 以下の不具合が修正された。2008年7月18日に6度目の携帯アップデートが行われ、以下の不具合が修正された。2008年8月29日に7度目の携帯アップデートが行われ、以下の不具合が修正された。2008年10月24日に8度目の携帯アップデートが行われ、以下の不具合が修正された。2009年5月27日に9度目の 携帯アップデートが行われ、以下の不具合が修正された。携帯アップデートのお知らせ、ありがとうございます。